ちは、上野梨沙です。今ベルギーにいて、お友達の結婚式がね今日あるので、すごいところで撮ってるんです。私今撮ってるところはこんな感じです。今朝11時ぐらいで、16時半から結婚式なんですが、まあ、それまでランチ行ったりとかがあるので、もうお化粧とかをしちゃうので、今日は結婚式に参列する用のゲットレディを撮っていきたいと思います。で、鏡はこれ、あのね、ライトがつくんです。まあ今必要ないけど、自然光があるので、これがあると暗いところでもお化粧できて、 Amazon で買いました。あ、日焼け止めいるかな。日焼け止め塗っとこう。フライトでさ、パンパンになっちゃってるわ。はい、ダルバのトーンアップですね。一応日差し出てるので日焼け止め塗っておきます。なんかさ、この街がさ、ポペリンゲっていう、本当に聞いたことない、まあ、ベルギーって言ったらさ、ブリュッセルとかシコ知らなくて、前来たのはトゥモローランドにお仕事で来て、これが2016年だったの。そんな昔なんだと思って、もっと最近だと思ってたんだけど、怖いね、時が経つの。で、下地はビームですね。この旅行では結構お腹なくなってきた。だからツヤ感が出るし、 SPF も入ってるので、50プラス PA4 プラスで、ベージュの色がつく感じなので、これすっぴんの時とかでもいいかも。あ、まつげ美容液塗り忘れた。もうさ、本当にさ、10日間なんだけど、今回旅自体は洗濯機がないって本当に辛い。しかも夏の旅行だったらいっぱい服持ってくれるからいいんだけど、冬と夏と、まあ、秋と夏とミックスなので、アウターとかもあるからさ、でスーツケース1個で移動してるから、私最近スーツケース1個にできるようになって、すごい、自分ですごいと思う。もちろん30キロぐらいでオーバーウェイトなんですが、日本に帰るときはもう2つにエコバッグみたいなバッグ、セカンドバッグを持ってるので、それやって2つにするんだけど、基本ヨーロッパの移動ってさ、荷物でめっちゃお金取られるから、オーバーウェイトの方がちょっと安いので、プラス6ユーロとか7ユーロぐらいだと30キロにするの。はい、でビームのファンデ、でエスポワのパフを使ってます。ビムのパフがもう結構やばくなっちゃって、洗ったんだけどダメで。これももうさ、クッションファンデって終わりいつなん？ついてないか。むしろ私はこうやって中身をひっくり返して何回も使っています。終わりがさ、絶対最初の方がさ、ギュッとついてさ、全然違くなっていくじゃん。でも終わる時ってどうやってわかる？どういう時にみんなもう使い終わってるか教えてほしい。いつもそれが分かんなくて、なんか中途半端にまた違う新しいクッション使ったりとかみたいな感じなんで。あ、先にコンシーラーしたかったんだった。コンシーラーはアルマーニくらい、 3.5 パワーファブリックコンシーラーは、眉毛の下のケアは剃らなきゃ。ここの乾パンが本当に嫌だわ。このファンデ塗ってからさ、毛剃るの嫌だよね。で、まあスポンジもあるんですが、クッション、さっきのクッションのパフでちょっと若干ファンデがついてるんで、これでなじませちゃう。よし、メリットと、あ、クレイっていう色。うん、ほらね、落とす落とす。なんで私って物を落とすの？今日の結婚式は、まあ、マイルズのお仕事関係の、まあ、兼普通にお友達っていうような、リジーとアクセルっていうプロスケーターのね子たちで、ベルギー人とアメリカ人、スウェーデン人か、まあアメリカに住んでんだけど普段2人は。で、アクセルの地元のポペリンゲで結婚式をするということで、マイルズと一緒に来ました。なんかさ、体中が痒いんだけど、何？痒い。え、なんか看板怖い。眉毛、眉毛、眉毛、 RMK です。まあさ、今日結婚式というで、今日のムードボードがなんかウェス・アンダーソンみたいな感じ、ちょっとレトロな感じで、服超迷って2着持ってきたんだけど、ちげえなーって思って、昨日このポペリンゲの並びのお店でなんか婦人服屋さんがあって、
で 70% オフだったのね。でそこでワンピースを買ったの。だからそれを着ようかなって思ってる。だからってなるとどんなメイクがいいかな。こっちピンクのチークにシャネルにします。これさ、リップにも使えるしめっちゃいいんだよね。結構濃くつくので注意が必要だよ。で、どうせまた後で足すのではチーク。とりあえずほんわりつけといて。かわいい。赤なのにほら、馴染みがいいでしょ。で、ジバンシーのハイライター。ローズエクストラバガンザ。これすごくいい。多分一生なくならないと思う。だってちょっとしか使わないからさ。腰痛いな、ここ。ちょっと。ヨーロッパ来る前にさ、ぎっくり背中になって。だいぶ良くなったんだけど、今。そういえばだいぶ良くなったなって感じ。レフィのライト。もうこれなくなっちゃう。あとこれしかない。キャー。あとこれしかないよ。この旅でさようならですね、これは。細くていいんだよね。描きやすい。けど柔らかいペン先なので、多分減りが早いんだと思う。もうほら、一回使っただけでこんな削られちゃう。はい、あと目で終わり。目どうしよう。一回ベースを、あ、アイシャドウは NARS のアンインヒビデッドアイシャドウパレット S。 ホリデーのやつかな。まず今このね、薄い茶色をアイホールに塗ってます。あ、ちょっとお腹減ってきた。ベルギーワッフルを食べたくて今日。けどワッフルは2時から5時しかやってないんで、ちょっと濃いめのアイシャドウでも塗っとくか。あ、逆にこのバーガンディ系いってみようかな。目の際に。とりあえずこんな感じにして、下もがっつりバーガンディ。で、目頭はキラキラ。なんかさ、日常 Vlog がすごい伸びてるの。初速で5万ビューとか1日で、頑張って毎日のように撮った回があった。やっぱせっかく撮ったらたくさんの人に見てもらえたら嬉しいじゃん。まあ私人生 Vlog 回してた方がいいかも。で、ちょっと、あ、暗い。切開ラインはやめておきます。取りま。けどもう切開しないと、外になんて出れないわ。みたいなモチベーションです。多分さ、束感のあるまつげの方がレトロなんだ、なんだけど、私のまつげ調子良すぎてそれ無理。どういうこと？リッチっていう。アイブロウサロンでパリジェンヌやってもらってんだけど、めっちゃ上がるんよ、そこでやると。え、ちょっと顔の脱毛したいぐらい顔に毛が生えてんだけど、何これ。ヨーロッパの水で毛が生えてきたのか。なんでこんな顔、なんか顔の産毛がすごい。スムーズスキン顔にやろう。今は自宅で脱毛できるからいいよね。オッケー。じゃあとりあえずこのくらい顔を完成させといて、ベルギーワッフル食べて、あとはまたお宿に戻ってきて結婚式前にビデオ回そうかな。ちょっとこれだけつけとこう。シャネルの長ルックですよ。ここのこれ見てくれるからね。うまうまくない？私全然うまくなかった。 OK、 じゃあまた後で。はい、というわけで着替えました。これが近くのおばちゃんのお店で買ったレトロでしょ。上にグッチのヒールで、髪をどうしようか迷ってんのよ。ハーフアップとかの方が
ちょっとお上品かしらと思うから、こういう感じか、もう普通におろしか。リボン持ってきたからさ、ね、髪の毛さ、どっちがいいと思う？これか、このままか、うん、こう、そっち、こっち、わかった、知らんのかい。じゃあこっちにします。リボンつけるのやってくれる？マス、こんな感じでつけて、全然ゴムが隠れてなかったわ。どうしよう。ピアスをつけます。どれにしようかな。ピアス、パールついてるやつでしょうか、うんうん、これにしようかな。こっちだよ、ピントは。これじゃないよ、こっちだよ。今日はちょっとスケーターの方々の結婚式と思えないぐらいコンサバです。コンサバアリサ。絶対このキラキラはいらないだろうけど、つけちゃった。じゃん、コンサバアリサちゃん、リボンつけて。結局全部変えてこうなった。お腹やば。持ってきてたやつにしてみました。リボンこういうこと後ろ両方につけて行ってきます。あ、はい、というわけで準備ができました。 Vlog もお楽しみに。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。